さっきドライアイスで、手のイボみたいなのをおっしゃってて、ついでに、ここのイボっぽいのをこうしたら、ちょっと水ぶくれっぽくちょっとなっちゃいましたね。あと、ここもイボっぽいのあったんで、ちょっとおっしゃってたら、なんかもう、すごい、蚊に刺された感じになっちゃいましたね。なんか、水ぶくれっていうより蚊に刺されたような感じで、こう、膨らんじゃってますね。ということなので、注意が必要です。自己責任で。どうしよう、これ。なんかこんななっちゃった。こう盛り上がっちゃって感じで。こっちもどうしよう。ちょっと様子見です。怖っ。